はい、まだまだ今回もですね、誰やねんとこういう感じで紹介しましょう。誰君、うん、フィル・ネビル。ネビルのこれ弟やな。ギャリー・ネビルの。おったな。おったよね。能力微妙だよね。これこそまさにさ、あのファーガさんはいたから使ってくれただけやな。能力的には多分微妙やったな、絶対。プレイ知らんけどめっちゃ体小さいしさ、180あったんや、それでも。なんかめっちゃ能力低かったけど、まあベンチにいても文句言わへんしっていう感じで、なんかずっといたよね、万有に。万有以外じゃ絶対通用せへんと思ったけどね。なんでこんなやつが重宝されたかわからへん。まあ多分真面目なんでしょうね。フィル・ネビルは現在はですね、カナダ代表のアシスタントコーチ。じゃあこの前のどこだっけ、新潟やったっけ、来てたんかな。あ、来てたよね、多分ね。すげえ。イングランド代表59キャップ。嘘やろ、こんなやつが。ワールドカップ俺ワンチャン出てるかもしれんな。ちょっと待って、ワールドカップ出てんじゃない ?59 キャップワールドカップ出てるよね。嘘でしょ。信じられへんねんけど、マジで。何がそんなすごいんやろ、これ。ワールドカップは98年は選ばれてないと。さすがに。ってことは2002年選ばれてんの ?2002 年は選ばれてないと、さすがに。んな、世の中甘くないと。ってことは2006年ワンチャン ?2006 年も選ばれてないと。世の中そんな甘くないと。2010年ワンチャン選ばれてる、じゃあ。選ばれてないか。ワールドカップに縁なかったよね。さすがにそんな甘くないと、世の中。そうやね。やっぱ、もうそれ分かってるやん、世の中の。そんな甘くないよね。甘やかしたらあかんよね。うん。プレミア通算505試合。嘘やろ、おい。何がどう間違って505試合も出れんねん、こんなやつ。チャンピオンズリーグ59試合。もう嘘やろ。プロ通算685。むちゃくちゃやな、おい。どうなってんねん、おい。万有のアカデミーから万有に上がりの、そこで万有で、10年。で、エバートンで、8年。やば。すごいな。でも、鉄人ちゃ鉄人ねんな。人間性もいいっていうことなんでしょうね。いや、すごいね。はぁ、でもこれ、あれやな、カナダのアシスタントコーチってことで、ゆくゆくはこれカナダ代表監督になるな、間違いなく。で、その後にヨーロッパのどっかの監督になるパティーンかな。出世していってるね。